第二世代抗ヒスタミン薬とは、抗ヒスタミン薬のうち、1983年以降に発売されたもので、それ以前から用いられていたジフェンヒドラミンや、クロルフェニラミンなどの第一世代抗ヒスタミン薬と、比較して、眠気などの中枢神経抑制作用や、口活や、胸焼けなどの抗コ,コリン作用など、副作用の少ないものを言う。第二世代抗ヒスタミン薬は、延期性抗アレルギー薬。 抗ヒスタミン作用を有する抗アレルギー薬、第2世代ヒスタミン H1 受容体拮抗薬などと呼ばれることもある。医療用医薬品として用いられる第2世代抗ヒスタミン薬は全て処方箋医薬品である。薬効分類では多くはその他のアレルギー医療薬、一部の薬剤は抗ヒスタミン剤である。フェキソフェナジン、ドラタジンは眠気の副作用が現れにくい薬である。 また、フェキソフェナジン、ロラタジン、ロラタジンの代謝産物デスロラタジン、ビラスチンについては、他のコーヒースタミン薬と異なり、日本の医薬品添付文書に、運転など危険を伴う機械の操作に対する注意書きが書かれていない。多くは、日本標準商品分類番号の医薬品の薬効分類における、その他のアレルギー用薬に分類される。一部の薬剤は、 コーヒスタミン剤に分類される。後者コーヒスタミン剤は分類上の分類名であり、一般には、コーヒスタミン作用を有するものを総称して、コーヒスタミン薬と呼んでいる。なお、後者のコーヒスタミン剤に分類されるコーヒスタミン薬は、第二世代コーヒスタミン薬には該当しないとする、論者もいる。第二世代コーヒスタミン薬は、第一世代とは異なり、 多くは代謝の必要はなくそのまま排泄される。このため代謝に関する生理機能の弱っている高齢者では、第2世代抗ヒースタミン薬の使用が推奨される。このうちフェキソフェナジンが1日2回服用であり、他は1回である。またビラスジンでは飲食品との飲み合わせの注意があり、空腹時に服用される。以下は日本において、抗ヒースタミン剤に分類される。 成分名の横に処方箋医薬品、続いて一般用医薬品のみの例も挙げる。以下は日本においてその他のアレルギー薬に分類される。発売日は日本に限らず販売開始された年。添付文書情報で確認。フェキソフェナジン、セチリジン、ロラタジンなど眠気の副作用が特に現れにくい薬剤を第三世代コーヒースタミン薬と呼ばれることもある。 2013年版、ビアレルギー診療ガイドラインでは、第2世代までの記載であり、第3世代といった言及はない。また、ケトチフェンや、エメダスチンやオロパタジンは、第2世代抗ヒスタミン薬だが、眠気は強い。かゆみによる二次性の不眠症に対して、催眠鎮性作用の弱い第2世代、抗ヒスタミン薬が第1世代より推奨されるが、 翌日の眠気への影響は考慮すべきである。かつて、アルガード抗アレルギーカプセルが発売されていた2010年11月24日、薬事、食品衛生審議会一般用医薬品部会は、ベポタスチンベシル酸塩、オロパタジン塩酸塩、セチリジン塩酸塩、アレルギー性鼻炎に適用を限定して、 医療用から一般用への転用を認めることを了承しているが、オロパタ人のみ未発売。ありがとうございます。